真犯人フラグ第14話ありがとうございました。いや冒頭からねちょっと皆さん大きくツッコミを入れたんじゃないですか。いや写真かい。前回の終わりで新居にね相良さんがやってきて、そしたら真帆さんがいたと。で一言見つかっちゃったっていう言葉を残して終わるという謎めいたシーンがあったんですけど、なんと写真でした。ずるない？ちょっとそれ気引くための演出ずるない？でそこにね相良さんと立花一生くん二人でやってきて、あたりに散らばっちゃった血を見てこれはやばいぞと。で吸ってんコロリン、いやいや体中に血まみれになって、いや疑われるやんこれ。でゴトンゴトン音がする、お近くに犯人がいる行くぞと。で窓が開いてる、うんこっから逃げたのか、畜生。探してたところの一生くんの背後に犯人忍んでいる。しかしそれに気づかず追いかけろ言ってしまう一生くん。そんなことある？いや気づくでしょ、なんで気づかへんの。気づいてや。や人の気配感じるでしょ。冒頭からそれだったんで、なあモヤモヤする回が始まったぞという入りでございました。続いて気になったポイントは、小畑由美がついにニュースに取り上げられて、街頭モニターにデカデカと顔写真ごと発表されてしまうシーン、それを小畑由美本人がちょ見つめるというようなシーンがあったんですが、こちらのロケ地、なんと僕がいつも行き来している西武新宿駅前やないかい。続いて、こちら菱田さん家に宅配の人、若い兄ちゃんがやってきます。息子さんが怯えて、押し入れをまたね指さすんです。いやまたかいと思いましたよ。押し入れをあやばいんですみたいな感じで包丁を掲げてましたから、息子さん相当切羽詰まった状態なんでしょうね。でわかったわかったと、配達の人がついに押し入れの方に行きます。いや行きますけど僕はもう期待してませんでした。おいおいおい、どうせまた、おいおいおい大丈夫か、もうさっと開けてくれ、ビクビクせんとさっと開けんと、来るよ絶対来るんだからって思ったら菱田さん来ました。来るんかい。おいコントってもう。でまあ菱田さんちょっとイラッときてるわね。あちょっとみたいな目ギローさせて、普段は美人さんなのよ、んな気持ち悪い演技させんとって。でなんかあーだこーだやり取りして、結局、押し入れは今回も開けられず。いや開けてくれよ、強引に突き飛ばしてでもいいから、がうわなんだこれ、逃げろそれでええやないの。逃げれるやろ今時の若い兄ちゃんが。突き飛ばして開ける、ドンパッサ、これやドンパッサ。これでね大幅に話が進むのに、あの兄ちゃんいつもねここぞという時にねあと一歩の踏ん張りが足らんのですよ。きっとね恋愛においてもそうですよ。ここぞという時にね女性を守れない頼りないところが出てしまったりするんでしょうね。例えばねレストランで何かパスタを注文しますわ、でオーバートッピングでお願いしますって言ってたのに大葉が乗ってない、それでもそのあの配達の兄ちゃんはすいません大葉乗ってないんですけどって言わねえんだろうな。そういうタイプやわあの兄ちゃんはよ。頼むぜ男らしいところ見せてくれ。ほんで菱田さんは息子を抱きしめてね、もう少しで終わるからと。当たり前や、含みを持たせてますけど当たり前やと。まああとはいろんなことが分かりましたね。中村充さんは小畑由美さんの
旦那だったとか。ってことは旦那をやっちゃってたんだなと、小畑さんはひでえなと。ゴルフのクラブで旦那を穴に突き落としてバチコンやるシーンが過去にあったんで、あれ夫婦やったんかいと。とんでもねえな。いや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 、やっぱりかと。いや、わかんないよ、まだわかんない、なんとも言えない。そう思わせといて違うっていうのがありますから。今回もそうですよ、真帆さんが喋ってたらおい写真やったんかいがありましたから、にやり顔して、怪しいけれども違うんかいっていうこともね、ありえると思います。そう、芳根さんが最後に怖い顔して写ってまして、何なんですかと。おい芳根、もう王道やで。もし芳根さんになったら一番の側近が大犯人、王道、大スペシャルやこれ。一番最初に疑われてたの芳根さんですからね、視聴者さんの中で。それがまさかのってなったら、おいと。いや、僕が推してる池上さん出てこんかったやないの。今回頼むわ、池ちゃんの線はもう無理か、もう無理っぽいか、キツキツやな。ということで、もう頭の中ぐちゃぐちゃです。次回第15話も、ヒートアップしてテレビの前にかぶりついてみたいと思います。ありがとうございました。